トヨタのハイブリッドカープリウスでエコランとサービスの技を競うプリウスカップ。その全国大会が静岡県のサーキット富士スピードウェイで開催されました。今回エントリーするのは過去の地区大会で上位に入賞した32のチーム。その中から日本一が決まります。さあ、優勝するのはどの地域のどのチームでしょうか。優勝チームの燃費にも注目です。皆さんこんにちは、ガズーレディの小田倉です。石井です。ドライバーとして参加する平山です。今日はエコランレースプリウスカップをレポートします。では参加者の皆さんに意気込みを聞いてみましょう。まあ、一生懸命練習してきたんで、まあ、出し切れるように全員絆、車にも絆って貼ってあるんですけど、まあ、全員絆で、天下統一したいと思いますんで、はい、勝つぞ。スローガンはチームワークとダイエットということで、ドライバー3人いますけど、3人で合計20キロのダイエットをして燃費に影響しますから、それによって燃費を稼ごうと。やるぞ。昨日予選で1位だった横浜トヨペットさんにお邪魔しています。ではズバリ今日の決勝、燃費はどれぐらい出そうですか。はい、目標は30です。当然1位を目指してみんなで頑張ります。4つぐらい引き出しがありますので、まあ、そこからちょっと走りながらそれをピックアップしていきたいと思います。いよいよ全国大会ですが、今大会に向けてどんな練習をしてきましたか。はい、山形トヨペットはですね、今スタッドレスタイヤの交換で大忙しです。そういったタイヤ交換の日頃の仕事から練習として取り組んでおります。ただ走行練習に関しては企業秘密なので教えられません。ただ存分な軽量化と戦略は考えてますので、ぜひ期待してください。いよいよ決勝レースがスタートです。1周約 4.5 キロの富士スピードウェイを7周してその燃費を競います。ただゆっくり走ればいいというわけではありません。4分10秒から20秒で周回するという目標タイムが決まっていて、それより早くても遅くてもペナルティーになってしまいます。ドライバーは各チーム3名ずつ、途中車をピットに入れて交代します。ポールポジションからスタートしたのは横浜トヨペットハイブリッドマスターです。決勝レースは予選で燃費の良かったチームからスタートします。今回のレースには販売店チームのほかに、このプリウスの開発陣からなるトヨタ自動車のチームやダイハツ工業、ガズーレーシングチームなど特別なチームも参戦しています。ガズーレーシングチームは3台がエントリー。プロのレーシングドライバーとガズーレディがナンバーワンの燃費を目指します。さすが全国大会に出てきてる人たちだけあって、皆さんすごく計算されてます。11君に教えてもらいました。スピード出せるところは出して、下りは惰性でアクセル踏まずブレーキも踏まず下る。アキラすいません、先輩 13.5 言われていいですか。どうすればいい。さあ行ってみましょう。燃費競争、コツはですね、いかにアクセルもブレーキも踏まない時間を作るかということですね。あー、ブレーキ踏んでないよ。元 F1 ドライバーの中島和樹選手もチャレンジしました。そうですね、いつも、普段自分がしているレースとは全く違うルールのレースなんで、そこら辺ちょっと
戸惑った部分もありましたし、ストップウォッチ押し忘れたりとか、してしまったんで、すごく勉強にもなりましたし、楽しめたので、まあ、あと結果がいいといいんですけど、はい、レーシングドライバーの影山雅彦選手も参加。ハンドルもあんまり切らないように、レースも腫れ物触るようにタイヤ使ってるけど、これをさらに腫れ物触るような操作手段があるな。果たして燃費はどうなんだろう。プリウスカップでは燃費だけでなく整備の技術も得点になります。こちらのサービス競技ではピットに入ってきた車両の点検やタイヤローテーションなどを実施、その作業の正確さと所要時間が審査されます。今サービス競技が終了しましたが、手応えの方はいかがでしょうか。はい、結果は分かりませんけれども、とにかくみんなが一生懸命やってくれたんで、もう最高に嬉しいです。初のプリウスカップ全国大会、いよいよ激戦の結果発表です。優勝はリッター 34.06 キロの燃費を記録した愛知トヨタチーム AT1935 でした。